DWS の鈴木です。楽曲制作ドキュメント。今回はミックスダウンをやっていきたいと思っております。ミックスダウンというのは皆さんご存知の通り、今まで作ってきた、アレンジで作ってきた各パートごとの音量バランスを整えたり、エフェクトを使ってサウンドを聴きやすいように加工していくと、まあ、そうして最終的な完成形を作っていくという作業なんですけれども、当然最終的な楽曲の仕上がりに直結しますので、作業としては非常に重要な作業になってきます。 早速やっていきたいと思うんですが、これ私の場合はですね、アレンジまでとミックスダウン以降で使うソフトをあえて分けています。どうしてそんなめんどくさいことをしているかというと、一番の理由は、そうやって使い分けて作業するという方法に慣れてしまっているからという部分が大きいかなと思います。もちろんロジックでカンパケまでやってしまっても何も問題ないんですけれども、アレンジまでとミックス以降で一回頭の中をこうリセットしたいという意味があって、 使いいいい分けているという側面が実は結構大きいです。こうすることによってミックスダウンのプロジェクトには余計なものが何もないオーディオファイルだけが並んだ状態というものを作ることができますので極めてプロジェクトがシンプルになっていると当然右デ,データに戻って細かい編集をするということはできなくなってしまいますが後から修正するのが面倒くさいという状況を作ることによって結果的にアレンジが終わった段階でのデータの精度 直さなくていいいかなっていうところのまでの作り込みをするという癖がついたので結果的にはいいのかなというふうに思っていますで早速やっていきましょうまずはロジックからマルチで書き出したファイルがありますのでこれをスタジオワン上にインポートしていきますはいこんな感じですねあとはトラックの並び順であったり色とかですねトラックネームなんかを作業しやすいように 変更ししてててカスタマイズいいいくっていうのが第一段階かと思います。あとミックスする上で結構重要なのがここの音ってどこで入ってるかななんていうふうに確認したい音量バランスを整えるにしてもその音が入ってるところをこうピンポイントで探さないといけないということが起きてきます、まあ、自分の曲ですのである程度把握はしているんですけれども全体の発見を俯瞰で見た時にはちょっと分かりにくいという部分がありますのでこのオーディオファイルからいらない部分無音の部分ですね スストトリッップサイレンスといいう機能を使ってカットしてカしきます、はい、こうすることによってそのデータが入っている部分だけが残されていくという状態を作ることができましたでちょっとところどころゴミが乗っちゃっているのでこういうところは手動で消していく必要があるんですけれども自分でゼロからカットしていくよりかははるかに作業楽になるかと思います あとはトラックを並び替えて、て楽器カテゴリーごとととにちょっと分かりやすす。く色分けしてみたいと思います、はい、思まはトラックの整理が終わりました、まあ、こんな形で色をつけとくと一気に分かりやすさは増してくるのかなといった感じになっておりますで曲作りとかアレンジもそうですけれどもミックスダウンに関しても基本的にはここをこうしたらいいですよみたいなですね決まりがない約束がない正解がないカテゴリーですのでなかなか言葉で表現しにくい部分があるんですけれども ミックスのの基本っていうのはあくまで音量バランスです。音量を調整する時のコツなんですけれどもミックスの初期段階ですねこの時には全体を聴きながらこの音色がどうだっていう考えるよりもこの音色に対してこの音色はどれぐらい大きくしたいのかどれだけ小さくしたいのかなんていうふうに1対1で考えてあげる方が分かりやすいかなと思います例えばなんですけれども ドラム全体を聴きながらキックの音量をどうしようって悩むのもちろんいいですし最終的にはそういったジャッジが必要になってきますけれどもミックスの初期段階の状態ではキックを聴きながらキックの音に対してスネアの音っていうのがどれぐらい出ていてほしいのかなんていうふうに対比で考えてあげる方が圧倒的に音作りがわかりやすい方だと思いますまたミックスの原則ではあると思いますけれどもマスターフェーダーはもちろんなんですが各チャンネルのにも赤がつかないように してあげるといいかなというふうに思っております。ちょっと最初の時に言い忘れてしまったんですけれども、音量バランスに関しては、ロジックでアレンジを組んでた段階のフェーダーをのまま書き出しています。ですので、今すべてゼロの状態になっていますけれども、この状態で鳴らすとある程度バランスが整えている状態、そこから上げ下げしていくみたいな感じの設定にしています。またパンに関しては、ちょっとゼロから作りたかったので、すべてセンターにしています。エフェクトはすべて外した状態という感じですね。 あとは作業効率を高めるという意味では、楽器のカテゴリーごとどんどんステム、バスを組んでいってしまうのが分かりやすいかなと思います。例えば今、キックのインとアウトありますけれども、ここで一個バスを作ってあげて、これをキックっていうバスの名前にしてあげて、ここでまとめると。で、スネアに関しても一緒ですね。そして全体でドラムのステムを組む、なんていう感じです。 同じように弦のステムであったり、ボーカルのステムとか、キーボードパートのステムなんていう風に組んでいくと作業しやすいのかなと思います。ということで実際にミックスの作業してみたいと思います。はい、ということで軽く作業ができましたので、ちょっと聞いてみましょう。 みたいな感じになっています。えっ、ー、と、勢いでちょっとやっちゃったので、後で聞いたらもしかしたらちょっとやり直したいなっていうところがあるかもしれないんですが、えっ、ー、と、全体の方向性はこんな感じでいこうかなというふうに思っています。で、各チャンネルにどんな処理をしたかとかですね、どんなエフェクトをどんな設定で使ったのかっていうのは細かくご紹介しても正直あんまり参考にならないと思うんですよ。その楽曲でこの音色を私が処理した場合の設定例っていう感じになっちゃうので、 使う音色や楽曲が変わってくれば全く意味をなさないのであんまり周波数とかパラメーターがどうとかっていうのはミックスにおいてあんまり意味をなさないのかなというふうに思っておりますその上で私がミックスをするときに、まあ、考えていることとか気をつけているところっていうのを、まあ、いくつか実例を踏まえつつですねご紹介できればなというふうに思っています元もともこもないかもしれないんですけれども私が一番重要だと思っているのはやっぱりモニター環境です 非常に難しいテーマですよね。鳴らせる環境がないとか、セッティングが難しいとか、いろいろあると思うんですけれども、やっぱりある程度自分が信頼できるモニター環境でないと、どういう音を作ってるのかっていうのがやっぱりわかりにくくなってしまいますので、まず最初に手をかけるとしたら、やっぱりそこ、最終的に一番費用対効果が大きいのっていうのがモニター環境なのかなというふうに思っています。 どんなスピーカーがいいかっていうのはですね、もう本当にその人の好みで選んでしまっていいと思うんですけれども、ネットでポチるのではなくて、実際にサウンドを聞いた上で選んでいただきたいなというふうに個人的には思っております。もちろん部分部分でヘッドホンとこう組み合わせながら作業していくっていうのはいいと思うんですけれども、スピーカーが得意なところとヘッドホンが得意なところっていうのは全く違いますので、その両者をうまく使い分けるっていうことが大切になってくるのかなというふうに思っております。 先ほどもご紹介した通り、まあ、基本的にはボリューム調整っていうのがミックスの大前提だとは思うんですけれども、まあ、その上でプラグインを使う時の考え方なんですけれども、音作りに悩んでしまったときは、本当にそのエフェクトをかけることが必要なのかっていうのを改めて考えてみるといいかもしれません。いつもやってるからとか、誰々がやってたからみたいな感じでですね、なんとなくインサートしてしまうと、どんどんう使うプラグインの数が多くなってくると思うんですね。 でもちろんそれでバランスが取れればいいんですけれども、プラグインを使えば使うほどバランスを取るのが難しくなると思うんです。どういうことかっていうと、例えばコンプを2個使うよってなった場合、例えばコンプレッションさせるときにも、どっちのコンプでどれぐらいコンプレッションさせるのかっていうのを考えてあげなきゃいけませんし、レベル調整とかも結構シビアになると思うんですね。本当にそのプラグインをインサートすることが必要なのかっていうのを見極める必要があるのかなというふうに思っています。 ですので音作るときに何も考えずにとりあえずインサートするというよりかはこういう風なサウンドにしたいからこのプラグインをインサートするんだみたいな自分の中でのルールを作ってしまう目的をはっきりさせるといいのかなと思っていますあとはやっぱり EQ コンプとかで悩まれている方多いと思うんですけれども先ほどもちょっと軽く紹介した通りですねおすすめの周波数とかおすすめのパラメーターみたいなものは一切ありませんのでまずそこを忘れるところから 始めるといいかなと思います。その上で EQ とかコンプレッサーの基本的な使い方とか考え方っていうものを一回ゼロベースに戻ってあげてもう一回見直していただくと。例えば市販の CD を10曲並べて聞いてみるとわかるんですけれども全く同じ周波数バランス同じバランスで鳴ってる曲ってないはずなんですよ。つまり自分がこれがいいって思ったらそれが多分正解だと思いますのでそんなに難しく考えずに自分が気持ちよく聴けるようなバランス というくらいの、まあ、ちょっと緩い感覚で見てあげてもいいのかなというふうに思っています。で、音量調整という意味でいきますと、多分先ほどプレイバックしてたときに気づかれたと思うんですが、えっと、ボーカルに関しては結構細かくオートメーションを書いちゃってます。こんな感じですね。で、それを細かく書かなきゃいけないっていうものではなくて、まあ、これ必要に応じて、えっと、事前にダイナミクス処理は実はしてるんですが、 それでもやっぱり足りなかったなとかここもうちょっと大きくしたらこんな風になるのにななんていう風なところをオートメーションで細かく調整してやっていますでそういう時に今回の場合ではあるんですけれどもオートメーションを書くためだけのボーカルトラックを作ってそこからボーカルのステムにまとめてみたいな使い方をしていますこうすることでここでオートメーションを書いてもそれの最終的なボリュームっていうのを別のフェーダーで作ることができますので あとで微調整したい時とかは、こういう風にした方が便利なのかなとは思うんですけれども、まあこれも必ずやらなくてはいけないことではありません。で、えー、っとですね、あとオートメーションなんですが、正直に言うと私はあんまりめんどくさがり屋なので、細かくオートメーションそこまで書いてません。ただここは必要だよねっていうところは結構書くようにしていて、そうですね、一番わかりやすいのが、えー、っと、このイントロの部分の 一瞬ブレイクするんですけれどもここでリバーブをがっつり落としちゃってますでこれを例えばオートメーションかけない場合はどうなるかと言いますと <music> っていうふうに不安ってまあ当たり前なんですけど残っちゃうんですよまあそれでもいいっちゃいいんですけれどもパツンって切っちゃった方がキレがいいなとかっていう場合はどんどん切ってきます みたいな感じですねで。というところが何箇所かあったりとかタムとかストリングスとかもですね一部駆け上がりの部分をもうちょっと大きくしたいなっていうところは細かくつどつどボリュームオートメーションを書いていくみたいな形でしています、えー、とものすごく細かくやるのであれば例えば EQ のオートメーションを書いてあったりしてもいいんですけれどもそれをやっていくと結構キリがなくなっちゃうので、えー、と今回は割とあっさり仕様にしていますはい あとは音を作る時にやってしまいがちだと思うんですけれども例えばソロで聴いてしまうこの状態で EQ とかを作ってしまうっていうのは、えー、とできれば避けた方がいいのかなというふうに思っていますどうしてかというと特定のパートをソロで聴くというのは、まあ、言うなればその人を主役にして聴くということなので その主役である音をより磨き上げてしまうという方向に行ってしまいがちだと思うんですね。ただミックスの場合、すべての楽器が主張してしまうと、それはつまりまとまっていないということになってしまいますので、あくまでアンサンブルの中でどのような位置づけにあるのかというのを意識する必要があると思うんですね。なので、細かい部分を調整する場合、ソロを使ってはいけないというわけではないんですが、ソロで調整した後に、 アンサンブル全体で聴いて最終的には微調整をしていくっていうふうにするだけでも全然変わると思うのであまり一つのパートに固執しすぎない方がいいのかなとは思いますそういう意味でいくと再生させながらプラグインをオンオフしてみるっていうふうにするとそのエフェクトが本当に必要なのかっていうのも改めて考えることができると思いますしいいのかなと結構それもやっていますあとそうですねボーカルの位置づけ音量感とかっていうのは今回の場合は やっぱりシンガーソングライターさんの楽曲ですので、ちゃんと声が聞こえてほしい。まあ、パッと聞くとちょっと大きいかなぐらいのバランスにしています。で、今回は、ここのところで、ボーカルだけのステムと、オケだけのステムっていうのを作ってますので、こういう状態になってます。なんで、あとで、最終的なボリューム調整ができるような、 風にまやっているので歌物楽曲とかやる場合は結構便利かなっていう感じですで、ボーカルの音量を決める時に結構私がいつもやっているのが再生するプレイバックする時の音量を調整しながらいろんなバランスで聞くようにしていますなんでかっていうとやってみるとわかるんですけれども例えば音量を下げていくとボーカルの割合っていうのが大きくなると思うんですあの聞こえ方のバランスで 小さな音で聴いた時にちょっとボーカルが大きいかなっていう感じるぐらいの方が大きな音で聴いた時にバランスが取りやすいっていうまあこれちょっとなんとなく感覚的なものでしかないのでちょっとご説明しにくい部分ではあるんですけれども規制の曲市販曲なんかをリファレンスにしながらこれぐらいの音量感であればこんな感じのバランスなんだっていうのを参考にしてみるのもいいと思っています。 あと、そうですね。個人的にはほとんど使ってないんですけど、メーター系のプラグイン、例えば周波数解析でをするものであったりとか、VU メーターとかっていうのも、まあ、使い方によっては有効かなと思いますが、例えば、うん、そうですね、極端な例を言いますと、アナライザー、アナライザーで、まっすぐ、 やっっててるのがいいバランスかっていうとそれは全く関係ないんですのでそういう視点ではアナライザー使わない方がいいのかなというふうに思いますじゃあ逆にこれがどういうケースで生きてくるのかと言いますとそうですねうん私的には定期の処理とかでしょうか最近はいろんなところで言われてると思うんですけれども不要な帯域はローカットしてしまいましょうみたいなのってよくあると思うんですがまあそれはそれで何も考えずにローカットするっていうのは危険だとは思うんですけどね でその時に聞こえないんだけど成分として出てる帯域っていうものをしっかり処理できているのかっていうのを確認することができるかなとは思います。定域ってこう人間の耳の感度が著しく低いですのでメーター上は出てるんだけれども聴感的には聞こえないっていう場合そこでリミッターをかけてしまうと低域の聞こえない音量でリミッターが効いてしまうということになって最終的にまあよくある音圧を稼げないよとかそういうことになってきてしまいますので 聞いた時の感じと、このアナライザーの感じがそんなにかっかりしていないかっていうのを見てみるというのは一つテクニックとしては行こうかなと思います。あとはそうですね、このプロ Q みたいな EQ の場合は、こういう周波数アナライザーがリアルタイムのやつが出てくれますので、まあそれを参考にしながら EQ をしていくというのもいいかなと思います。で、実際例えばこれ何やってるかっていうとですね、ドラムのバスなんですけど、 ッとスネアの部分中間部分の部部部分分分中間をカットしてますこうすることによってセパレートがよくなるんですよちょっとオフにしてみるとオンにするとオフにするとオンにするとみたいな感じですねなんでこう見た時にキックの山とスネアの山があると思うんですねここで分かると思うんですが その中心部分。まあ、これは微調整が必要ですけれども、を、ま、細くしてもいいです。こういう処理をしていくよってもちろんこれも必ずやらなくちゃいけないよっていう処理ではないんですが、こういう波形で見れると便利かなっていう感じでしょうか。で、ここからはちょっと時間を置いてもう一回確認して、それを一回マスターレコーダーで撮って、えっ、ー、と、それをアウトボード通しながらもう一回 DW ソフトに取り直す。 っていう作業をして、まあ、マスタリングしておしまいという感じになります。ということで、これまで10回以上にわたってお送りしてきた、この楽曲制作ドキュメントのシリーズなんですけれども、作業も一段落つきますので、コンテンツとしてはここで終了という形にさせていただきたいというふうに思っております。長い間お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。また機会があれば、こういう動画もやってみたいなというふうに思っておりますので、その時はまたよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。